いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。はい、もう私たちのね愛用品をもうお客様見て、ああ自分たちのね気に入ってるの持ってきたのねって思ってらっしゃるお客様いらっしゃると思うんですが、はい、はい、正解ですとにかくもうこれがいやこんなにハマると思わなくて、うん、過去にもそういうものあるんですよ実は、はい、こんなにハマると思わなかったものがいやでもねこれは写真とかここでの多分映像とかではわからないし、うん、本当にもっと言うと触っても分かんなかったかもどういうこと使ってみて、ね、すごい、うん、すごいですよ。いいからいいから使いなさいよと、はい、それで使い始めたわけですよ。あったよって。これね私は、デイビスのタイプでワンショルダーです。はい、はい、お話するのはワンショルダーのお話なんですが、はい、まあどうしてこんなにいいのにみんなにそれが分かってもらえないのって。いや分かってる分かってる結構すごい人気なんですよね、はい、今そうね今日ねどんな種類があるのかをちょっとまとめてお見せすれば、はい、お客様も選びやすいかなということで、はい、はい、この配信させていただきます。はい、まず私持ってるのと小林さん持ってるのと素材と大きさが違うんですよ。そうなんです、はい、一番、はい、マキシマムに大きいデイビスのワンショルダーを稲垣さんは、はい、ブラックでお使いいただいています、はい、そして私はこの、モーツバルトでもちろんダウフィン、はい、で真ん中のサイズですこれは、はい、これが一番最初におそらくこのワンショルダーで、うん、こっちね、はいはい、ADMJ としてお作りしたものだと思うんですけど、はい、この間こうやって現れてた。そう、サングラスでお客様にご紹介したと思うんですけれども、はい、本当にこうやってね、なんか手ぶらになれて、でストレスが、私ここのリンパが結構詰まり気味だから、わかるわかるわかる。ちょっと重たいネックレスもイラッとするの、はいはいはい、でもこれは本当にこの幅で体に優しい、これは本当ワンショルダーの。名品、はい、いや本当私もでもしかしたら季節的にはこれからがワンショルダーの季節かもしれないと思ってるのっていうのは実はね私これをね持ってる頃最初の頃って暑かったんですよ、はい、まだこのだけの身幅があるでしょこうしてたら暑かったわけその日ここが暑いなこれって一枚脱ごうかなぐらいの感じがあって小林さんあれさすごいいいんだけど暑い今日って言ってはーって言って笑ってたんですけどもうねこれからだから季節的には最高にいいよそうですねだから少しナイロンって暖かくなった時に持ちたいって思ってらっしゃるいら方いらっしゃると思うんですけど、はい、これ中綿ボンディングなのでダウン持ってるんですよね。そうなんです。それで暑かったのかな。あの真夏の37度。もう本当でもね、今めちゃくちゃとにかくこれで結構今日もね物に入れてありますけれども、今日これでいらっしゃったの？今日はね、いやもう一個大きいの。あの例の。あ例のね、はい、マジックライト。マジックライトの大きいのだけれども、これも持って。いてもまずこれバラでね今日ひろちゃんから命令されたわけですよ今日この配信撮りたいから持ってきてってなるほどこれ何がいいってじゃあ中身出しちゃったら畳めるし軽いんですよこれ自体もで確かにちょっと中身の話をしていい私のこの大きさだとあもちろんちょっとこうくねくねしてますけど A4 サイズ入っちゃうんですよ、うん、ねごめん資料見えちゃったA4 サイズ入っちゃうしあとこれが島田さんのね、はい、幕開けの時に買った3点ポーチなんですけどこの一番大きいサイズも入ってるんですよこれね便利そうでもちろん中サイズももちろん入ってるんですよ、はい、これがねであとは私は今日お化粧ポーチもさっき入れてみましたよ、はい、であタオルも入れましたよこれみかんちゃんね姫のね、はい、で入るわけですよすごくないでこれを持ってくるときにこうやってしまっちゃったから、ね、全然邪魔にならずに持ってくるからうんだからデイビスおすすめいや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 、デイビスがいいと思うよみんなモーツァルトこれね意外にこれの中にも真ん中のサイズですけど入ってるんですよ入ってたんだそうこうね今日中身見せないって言ったのに、ごめんごめんだってでもノート、はい、お客様からいただいたノートを使っておりますはいはいありがとうございます 私ねちょっと今度これはいそしてインスタであげようと思ってるはい昼マイルはい昼マイルだマイルマイルそしてはいスマホねはいスマホねそして老眼鏡はいがしっかり入ってたね入ります意外に、はい、だから真ん中のサイズでももう十分生きていける
容量は入るし、はい、やっぱり手ぶらになりたいわっていう時はこの真ん中のサイズのモーツァルトをおすすめしたいです。いやいやいや、デイビスですよ。もう本当急にね、今日もねちょっとお天気あまり良くないんですけども、雨とかになった時にでもどうだ、デイビスはデイビスはいけるんだよ。でもやっぱりね、ADMJ マニアはモーツァルトです。いや、それは分かってるよ。私だってモーツァルトは好きだもん。ということで、はいはい、もっともっと素材があるよっていうのをご紹介しなきゃいけないの。自分の持ってるもの自慢じゃないですよね、宮崎さん。そうだ、はい、趣旨が変わっちゃった。まず、はい、何があるの今ワンショルダー新作何、ね、これより大きいのかな。今日同じサイズだけど大きく見えるマジックライト。本当だ、すごいバレーボールです。すごい軽い、これも軽い。なんかこうちょっと未来チックモーマ美術館にありそう。本当だ、本当にモーマ、モーマね、すごいな。あ、なんか気持ちいい。気持ちいいね。マジックライトのワンショルダー、その大きいの買おうかな。え、ちょっと持ってごらん。なんかこれに、これでテニス行こうかな。あ、そうです。あの、小林くんがテニスを始めたとちょいちょい話してる。まあ、未だに突っ込んで聞けてなくてごめんなさい。今、すごい顔して、すごい顔して打ってるよね。そうです。でもいつも。コーサーブできるの？イエス。まだ自主練でね、はい。でも、あの、打つときにちょっと息止めちゃうから、先生が、あの、息は止めないで息を吐きなさいって言って、選手も声を出してるでしょ。出してる、あれは息を吐いてるそうなんですね。だからはぁって言いながら言いながらはぁって言いながら打ってます。どうでもいいです、ね、声だけはプロっぽいです。すいません。いや、でもテニスに行くときって入れるものは着替えとか、いや、靴入るよこれ。なんと私スコートで行っちゃってます。着替えるのめんどくさいから。ミニスカートで街を歩いたってこと？イエス。でもスパッツ履いてテニスウェアを着てちょっと上大きめの上着を着て、あ、それで靴とラケットとタオルと飲み物だけを持ってる、はい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 、それでそのまま帰ってきちゃう、うん、あの、ちょっともうめんどくさすぎて着替えるのが意外と男ばさりのところがうちの国がございますので、なのであ、これでもいいかな。なるほど。でもこういうちっちゃいのもあるからね。あの、はい、これ結構ゴルフされる方とかいいっておっしゃってませんでしたっけ？違ったっけ？違ったと思う。誰の話だっけ？誰かに聞いた。でもこれ、はい、確かにゴルフ、ラウンドするときにいいかもしれないですね。はい、ちょっと持たれるのにいい。なんかゴルフ、私の話はカラスが来るから、はい、上、ファスナー閉まってないとダメなのよ。ああ。言ってました。じゃあこれは大丈夫です。今これちょっとアンコ入ってるので、ふにゃんってなりませんけども。ね、はい。そして私はこれの、そうなんだよ、これで出てるんだよね、このマジックライトとツイードシリーズ。私は色違いで持ってますが、はい、うん、これはもうね、本当に何な、もう今日何も考えたくないっていう時に、全身真っ黒だとか全身の時でも、なんか私可愛い人なの。確かに。ちょっと持ってみ、あの、この方今日上下ネイビー、そう、上下ネイビー、上下ネイビーさんなんですよ。上下ネイビーさんなんですけど、そこに入るだけで可愛くないですか。はい、いい、おしゃれね。いや、これは絶対一目引きでしょ。これまだツイードあるんですね。ちょっと声が小さい、声が小さい、ちょっとこれちょっとだけそんなのに紹介したらご迷惑ですよ。本当だよ。でもこのちっちゃいのもね、私の友達はちっちゃいのがいいって言ってましたけど、今あのお作りしてるので少々お待ちください。私これもうこれ予約販売ですよね。してない、してない、したなんかの記憶絶対忘れられてんだなと思ってた。多分私これを出てきてみんなでここでほらこれがいいって言った後にキョトンとした。でも出来上がってるやつ買うよ。この色忘れた。もうその時の記憶忘れちゃうんだよね。えでも本当に一つ持っててほしい。私も色違い買っとこうかな。だってネイビーのお洋服着た時にこのハッタ、ね、ハッタハッタハッタいいですよ、ね、私今ね英語のアプリでやってるの毎日あのコロナの時からなんかもう家で部屋でずっと暇だったので何かお勉強しようと思って英語のこれがいいやと思ってドランゴっていうのやつそれ始めたんですよ。知ってる、知ってますで、ね、発音良くないとね、うん、ピンポンってねならないわけ、うん、R の発音がハッタークってハッタークってすごいね言わないとねだめだ。そうそうそう。ぜひ皆さんも無料のやつがやってください。ファンタあるね。そして、はい、あ、私の色違い、色違い、あるのこれ。あ、あるじゃん。
そして大将。大将。へえ、はい、おすすめしたいわ。いや、私はデイビス派なんで、デイビスあるのよ。デイビス、ほら、色違い。こちらはね、本当希少だから、このね、タイミングでですけど。で、こっちはまあ、新しいシリーズで、で、もちろんまだデイビスとモーツァルト。いや、ちっちゃいモーツァルト、いいかもな。これだけちょっと全部並べてみると、なんかちょっと壮観ですね。うん、なんかあの、だるまさんが転んだみたい。だるまさんがいっぱいいるみたい。わかる？わかる。なんかだるま身に見えませんか？めでたい。めでたいよね。なんかわかる。なんかこう、わーっていいですね。そう。縁がいいね。だるまさんに見える。だるまさんに見える。でもなんかこう、あの、縁日屋台のとこでね、うん、わーっと並んでね、うん、いいですね、これね。なんかちょっと縁起がいい代物に見えますよ。いいね、楽しい。ね、色は今全部あるだけってことですか？まだ他にも。他にもございます。あるのはね。11月配信？11月配信。ですよね。はい、11月までに、なんか、こう、新しいバッグを買うといいらしいので。そうなの？はい。また12月は違う意味があるんですけど、10月、11月は1年の中で、あの、新しいバッグを買って使う月にとっては、やっぱり一番いい月なんですって。そうなんですね。はい。で、バッグはほら、外出するときにいろんな運を持って帰るから、こうきちんとお家に帰ったら出して入れてっていう作業がありますけれども、本当にこうやっぱりバッグっていうのはその人を表す、ね、第一印象、お顔と次何見るかって言ったらやっぱり私もバッグ見ちゃうんですよ。バッグはね、目に飛び、この間私あの法律違反ですよ。これ言っちゃダメかよ。そうでしょう。言っちゃダメでしょう。それ法律違反ですから。カツカツ。でもね、本当にパッと人のバッグって目が行くなと思いました。この前ね、私盗んだわけじゃないです。違う。でもこの前お客様からすごいねメッセージが来て、お客様が住んでらっしゃるところで ADMJ のバッグを持ってる方ってすごくあの少ないんですって。だから自分は ADMJ のバッグをいつも持ってるけれども、まあ、ADMJ のバッグの方と遭遇することが珍しいのに、すごいことが起きたんですとか言って、夜中にこうドラッグストアに行って23時、なんとご婦人が23センチボストンを持っていた。23時に23センチボストン、これは事件ではないですかっていうメッセージをいただいたんです。23縛り。そう、23の事件があったんだ。そう、なんだとか言って、もう叫んでしまいましたとか叫んじゃったみたいな。そう、そんなメッセージ、さとみさん、ありがとうございます。あ、じゃあもう名前バレました。いやでも本当に、あの、嬉しいんですよね、バック、に遭遇するとね。まあそんなような話でございました私も。はい、ということで、この、 あのワンショルダー前回ヒットも皆さん、何ですか、はい、あ、はい、はい、そして、はい、なんと今オンラインストアにはこんな超貴重、超貴重な新作が入荷しております。はい、クロコダイル片押しのこのダブルジップのクロスボディ、ザ・ビーがついて、センター取りで、クロコダイル片押しで大人気商品 ADMJ アトリエで、お作りしたものもご用意してありますので、ぜひ、気になる方は、詳細欄にリンクが貼ってありますので、はい、オンラインの方でお求めいただけたらと思います。そして、はい、なんと稲垣さん、あ、季節ですね。私ね、はい、今日朝ちょうど思ってた、ね、そろそろだよねと思って、あの、私たちがお知らせしなくても、はい、お客様の方からもうね、続々リピートご注文いただいておりまして、ありがとうございます。届けられてました、この暑い中大丈夫でした？暑い時期はですね、実はクール便で、あ、クール便で、はい、あ、そうなんですね。なので、あの、ちょっとこうおすすめしないようにしてたんですけど、はい、もうね、だいぶね、涼しくなってまいりましたので、はい、チョコレートを配送しております。はい、ダークとミルクで、はい、低GI の、ちょっと心配な方でも、召し上がっていただける、ドクターズチョコ、私の同級生の池田貴子さんが、はい、ベルギーと契約をしてお作りしているものですので、ぜひぜひ、調剤薬局でしか買えなかったんですけれども、ADMJTV では、お買い求めいただくことができます。はい、はい、とあるコスメのゲストさんがご存知でして、はい、あ、本当ですか？ ADMJTV でやってるんですよ、ね、って驚いてました。はい、そして、はい、ギフトパッケージ小林久美子を作らせていただきました。はい、ギフトシーズンに、友達、そして
ご家族にあげるときに、あのお財布だけなんですけれども、こちらなんとこのままお箱はじゃん、可愛くないですか。今日あの店頭ではねご要望いただいて、あのギフトの時にお選びいただいてるんですが、実はちょっと有料になってしまってるんですけれども、はい、オンラインストアでもご要命いただけますので、ぜひこのギフトパッケージで、お客様のギフトをお選びいただけたらと思いますね。え、なんかもうこのパッケージもらったら私友達にお菓子これであげよう確かに、あのちょうどいいくらいですか、二次三次使用ができるタイプです。ドクターズチョコこれでね、あげても、そうですね、チョコより高いかそんなことはないって言ってます、ね、でもドクターズチョコを買われたお客様がこれに入れてね、うん、なんかクリスマスギフトとかでも嬉しいかもしれないです、ね、ということで、まあ、本当にあのいろいろ情報盛りだくさんでありましたけども、是が非とも今私たちが愛して愛用しているワンショルダー、はい、お仲間増やしたいなと思いまして、これだけあの種類豊富にも仲間が増えておりますので、はい、どれかちょっと好きなタイプがありましたらチェックなさってみてくださいませ、はいはい、心よりおすすめよね、うん、まさかこんなにいいと思わなかった使えるね、すごい使える。いや、もちろん他にもいっぱい好きなのあるんですよ。でもなんか初めての実感じゃないですか、この使い心地。そうだね、何以来かな、23センチ事件以来かな私も23センチボストンが小さいっていうのね、はい、イメージからこれでいいじゃんっていう3年前4年前の事件以来ぐらいの衝撃でしたね、うん、今回のはね、うん、確かに使いやすいものとかはあるけれど、あなたが勧めるの意味がよくわかりました。ありがとうございます。言うことを聞くようにします。ありがとうございます。ということで、はい、ぜひ皆様もこれらのアイテムをご検討くださいませ。ということで、長いお時間の配信をお付き合いいただきまして、ありがとうございました。